FNS 歌謡祭で発生したナンバーアンダーラインアイの衣装トラブルまさかの破損をどう乗り越えたのかその舞台裏を徹底解剖ナンバーアンダーラインアイが見せたプロフェッショナルの真髄とはテレビの前に座り特別なパフォーマンスを楽しむのは子供の頃から私にとって特別な瞬間でした特に FNS 歌謡祭のような大規模な音楽番組はその年のハイライトの一つでした 今年も例外ではなく、今回の FNS 歌謡祭も多くの驚きと感動をもたらしてくれました。その中でも特に印象に残ったのは、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスでした。ナンバーアンダーラインアイのステージは、始まる前から期待感でいっぱいでした。衣装の美しさ、ステージセットの豪華さ、そして何よりも彼らの歌声とダンスが一体となって、観客を魅了しました。しかし、 この完璧なパフォーマンスの背後には、いくつかの予期せぬハプニングも潜んでいました。その一つが衣装にまつわる出来事です。ナンバーアンダーラインアイの衣装は、有明でのパフォーマンスを彷彿とさせる赤と青のコントラストが特徴的でした。この衣装は、彼らのスタイリストが特別にデザインしたもので、視覚的にも非常に印象的でした。しかし、ステージの途中で一部の衣装にトラブルが発生しました。 観客からは見えにくかったかもしれませんが、衣装の一部が破損し、メンバーが一時的に動揺する場面がありました。それでも、プロフェッショナルな彼らはパフォーマンスを続け、観客にそのトラブルを気づかせることなく、見事にステージを終えました。また、パフォーマンス中に足を怪我しているメンバーが椅子に座って歌っている姿も印象的でした。通常のダイナミックなパフォーマンスとは異なり、 怪我のたために限られた動きしかできなかったにもかかわらず彼の歌声は変わらず力強く観客に感動を与えましたこのような予期せぬ出来事にもかかわらずナンバーアンダーラインアイはその実力を見せつけプロフェッショナルな姿勢を示しましたそしてこのような大規模な音楽番組では他のアーティストとの共演も楽しみの一つですマイ・ファーストストーリーとハイドさんとの共演は 特に見応えがありました。異なるジャンルのアーティストが一同に会することで、新たな化学反応が生まれ、観客にとっても新鮮な驚きと感動を提供してくれました。彼らのパフォーマンスは、それぞれの個性を存分に発揮しつつも、一体感を持って進行し、まるで一つの物語を見ているかのような感覚を覚えました。また、CM 前の場面では、他のアーティストがパフォーマンスを終えた後に、 拍手を送る姿が映し出されました。これもまた、FNS 歌謡祭の一つの魅力と言えるでしょう。アーティスト同士のリスペクトが感じられる瞬間であり、彼らの絆が観客に伝わってきました。特に、スノーマンのメンバーが他のアーティストのパフォーマンスに対して拍手を送り、そのリスペクトを示す姿は非常に印象的でした。パフォーマンス全体を通じて感じたのは、 彼らのプロフェッショナリズムと情熱です。特に、照明やカメラワークに関しても非常に工夫がされており、観客に最高の視覚体験を提供するための努力が感じられました。ステージセットや衣装、照明の配置など、細部に至るまで計算し尽くされた演出が、パフォーマンス全体を引き立てていました。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを通じて感じたもう一つの重要な要素は、 彼らの進化と成長です。デビュー当時から彼らを追いかけてきたファンにとって今回のパフォーマンスは一つの節目とも言えるでしょう彼らの技術の向上や表現力の進化が今回のステージで存分に発揮されました特にラップパートでの力強い表現やメロディーラインの繊細な表現など彼らの多彩な才能が一層輝いていました このような素晴らしいパフォーマンスが実現した背景には多くの人々の努力と協力があることを忘れてはなりませんスタイリスト、照明技術者、音響スタッフ、そしてプロデューサーなど多くの人々が一丸となってこのステージを作り上げています彼らの尽力があってこそアーティストは最高のパフォーマンスを披露できるのです FNS 歌謡祭のような大規模な音楽番組は ただのエンターテインメントに止まらず多くの人々の努力と情熱の結晶です観客としてその一部を体験できることは非常に幸せなことですこれからもアーティストとスタッフの皆さんが一丸となって素晴らしいパフォーマンスを届けてくれることを期待していますそして次回の FNS 歌謡祭ではどのような驚きと感動が待っているのか今から楽しみです次回もまた、 テレビの前に座り、特別な瞬間を共に過ごすことを心待ちにしています。あなたもぜひ、次回の FNS 歌謡祭を楽しみにしていてください。その時には、さらに多くの感動と驚きがあなたを待っていることでしょう。また、次回の FNS 歌謡祭では、新たなアーティストやコラボレーションが発表されることも期待されます。これまでの歴史を振り返ると、 FNS 歌謡祭は常に斬新なアイデアと挑戦的な企画で観客を驚かせてきました例えば異なるジャンルのアーティストが共演することで生まれる新しい音楽の融合や伝統的な楽曲に現代的なアレンジを加える試みなど FNS 歌謡祭ならではの特別な演出が数多くありました私自身もこれまでに数多くの FNS 歌謡祭を見てきましたがその中でも特に心に残っているのは 数年前に行われたあるパフォーマンスです当時まだ駆け出しのアーティストだった彼らが大舞台で緊張しながらも全力で歌い踊る姿は今でも鮮明に覚えています彼らのその後の成功を見るたびにその瞬間が彼らのキャリアにとって重要なステップであったことを実感します「FNS 歌謡祭は」は単なる音楽番組ではなく多くのアーティストにとって夢の舞台でもあります デビュー間もない新人からすでに確固たる地位を築いたベテランまですべてのアーティストが同じ舞台で輝きを放ちますその中で観客にとっても新たな発見があるのがこの番組の魅力の一つです知らなかったアーティストの素晴らしいパフォーマンスに心を打たれることも多く毎回新しい音楽との出会いが楽しみです今年の FNS では 特に国際的なアーティストの参加が増えたことも話題になりました。韓国やアメリカなど、世界中から集まったアーティストたちが、日本の観客に向けてパフォーマンスを披露する姿は、まさにグローバルな音楽祭と言えるでしょう。これにより、日本の音楽シーンがさらに多様化し、国境を越えた音楽の交流が進んでいることを感じます。さらに、アーティスト同士のコラボレーションも見どころの一つです。 異なるジャンルや国籍のアーティストが一緒にステージに立ち、それぞれの個性を融合させて新しい音楽を作り出す様子は、見る者に大きな感動を与えます。今年も、多くのコラボレーションが実現し、その中でも特に印象的だったのは、ナンバー・アンダーライン・アイとマイ・ファーストストーリーの共演でした。彼らの異なるスタイルが見事に調和し、観客にとって忘れられない瞬間となりました。 このような素晴らしいパフォーマンスが生まれる背景には、アーティスト自身の努力とともに、スタッフの協力が欠かせません。特に、ステージセットや照明、音響などの技術的な側面は、観客には見えない部分で大きな役割を果たしています。各パフォーマンスがスムーズに進行するためには、綿密な計画と準備が必要です。スタッフ一人一人の努力が結集し、最高のショーが実現するのです。 また観客の反応もアーティストにとって大きな励みとなりますライブパフォーマンスならではの性の反応はアーティストにとって何よりも貴重なものです歓声や拍手時には涙までもがアーティストにとっての最大の報酬となります FNS 歌謡祭のような大規模なイベントではその感動がさらに大きくなりアーティストと観客が一体となって素晴らしい時間を共有することができます 最後に、あなた自身が FNS 歌謡祭を楽しむ際には、ただ見るだけでなく、その裏側にある多くの努力や情熱に思いをはせてみてください。アーティストのパフォーマンスの背後には、多くの人々の支えと協力があります。それを知ることで、さらに深い感動を味わうことができるでしょう。